ただいま公開中の映画、ジャッキー・チェン主演の人気シリーズ、ポリスストーリー3。香港映画お得意の派手なカンフーアクションがまたまた胸をスカッとさせてくれるんですよね。そして香港映画にもよく登場する格闘防術がこのカリ。アメリカでも護身術として広く普及したこの武術をマスターするため渡米して修行を積んだ男がいます。防術使いカリ米人の内野隆さん、32歳。カリとはもともとフィリピンに伝わる伝統武術で、あのブルースリーがアメリカに持ち込み体系化したものと言われています。名人は帰国後、世界の様々な格闘技を取り入れた全く新しいトータルフィットネスクラブを設立。梅田の駅前第3ビル地下にあるこのジムでは、狩りをメインにボクシングや太極拳、そしてなんと英会話までレオタードの先生付きで学べちゃうんです。狩りで使われるのはこのオリシと呼ばれるラタン製の棒。まずフォーカウントから行います。これは基本ですね。1,2,3,4 と、これは簡単。これは今度は6カウントにすると、右から3回、左から3回という動きになります。あら、なんだか急に動きが複雑になりましたよ。まるで鏡に向かって打ち合っているような名人。ではスローモーションで見てみましょう。それぞれ棒についている黒いものは激しく打ち合う衝撃でできた焦げなんだそうです。この後に次がアブリコっていう動きですね。まあ、手首の動き。左、5回。1,2,3,4という棒を掘って、ね、1つずつ棒を取って、今度は相手を取って、1,2,3,4。今度は相手を棒を取り上げます。今度は、自分でランダムに相手に攻撃を仕掛けます。1回攻撃したら相手が1回攻撃し返すという、それを徐々に徐々に速くしていきます。まあ、一種のスパーリングの一歩手前です。これによって考えないでも体がこう勝手に動くと。これはもう究極の反射神経トレーニング。打ち合う方はなんと5000種類ものパターンがあるという、実に奥の深いものなんです。こうしてただならぬスピードと反射神経を兼ね備えた名人、巷で流行りの反射神経ゲームに挑戦してもらおうと街のゲーセンにやってきました。こちらはモグラ叩きならぬアートのゴキブリ叩き。おっと、名人の目がだんだんマジになってきてよ。すると機械もたまらず、あっという間にハイスコア。お見事です。そして格闘技に必要なパワーを身につけるため、日夜マシントレーニングに励む名人。戦う本能と理想により一歩でも近づくため、己の肉体を徹底的に鍛え上げます。こうして過激な実戦練習へ。より本格的に、より安全に戦うため、この重装備。なんとこれ、アイスホッケー用のプロテクターなんです。これで他の追従を許さない、棒で殴る、手で殴る、足で蹴るという大迫力の試合が展開されるのであります。最大の欠点は、棒を落とした時、このグローブではなかなかこう拾えないわけですね。だから棒を何が何でも落とさないように。この狩りっていうのは左右のバランスを取ったり、根本的な運動神経系統を刺激しますので、武道とは限らずにこれを練習すると、他のテニスとかいろんな面でも役に立つ武術ですので、みんなが分かるような、みんなが楽しめるような、そしてみんなが健康になれるようなものをこの棒を通して皆さんに提供できれば、私はそれでいいなと思います。新しいスポーツのパイオニアとして、名人の夢は大きく広がっていきます。瀬尾早見はな、こう言ってる。瀬尾なんて言うてるからかね。瀬尾言うた時も取らないな。われてもらう。さあ、それではですね、内野隆さんにお入りいただきましょう。名人どうぞ。内野隆さん。内野隆さん。よろしくお願いします。家族見たですね。そうですね。それではやっぱりこれはね、しゅうちゃんやないとね、なかなか下に行かねんで、ね、さっき頭使うのは我々がやりましたからね。頭、体使うのは勝美とかね。もう早いよ、まず向こうの人に見せてもらいますからね。それじゃあお願いします。じゃあ、じゃあジョニー、お早いよ。痛いんじゃん、これ。じゃあまず最初にですね、これできなければ次のに行きますけど、ちょっと6カウントっていうのやってみます。はい、まずは1と打って肩に持ってきますね。2と持って肩、3脇下ですね。反対で1首肩脇下、これだけのことです。これを早く早く、ちょっとこう向かい合わせになってね。
そっち二人、はい、首やって脇やって、違うよ、首やって脇やって、さっき首でしたね、首、え、何、まず効果もいますね、構えが違います、首、はい、首、首、肩、肩、首、肩で、次また右で脇下、脇下、はい、で今度左から同じようにまた首、首、はい、肩、はい、脇下、そうです、 ダメよ、右左右左ですよ、はい早くいくよ、せーの、はい、ちゃんちゃんちゃん、ちょっと名人の見どきをちょっと早めにお願いします、はい、じゃあもう最初はゆっくり右、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、こういう感じですね。 全然何も言ってない、全く言ってないじゃん、こうやってできるわ、こうやってできるせいかの語ってませんよ、うちの料理や、せーの、まあそれでもええじゃん、順番にあれとったら、あでもさ、これが何となく、あこれでできへんわったら次、そうめへんね、簡単になりましたか、もうちょっと、もうちょっと簡単、見て見て、もうちょっと簡単ないきましょう、じゃあ皆さんも同じようにテニスと同じようにですね、まず最初に、 これ普通に1、2、3、これだけです、ウエストをねじるようにね、ウエストをねじるように、これだけです、せーの、1、2、3、4、5、はい、いいです、次は、これに1、2、3、4、次は1、2、3、4、当たれへん、早くね、 これを、これを怖い、あんまり考えない方がいいですよ、早い、1、2、3、4、1、2、3、4、ちょっと見て、これぐらい早く、1、2、3、4、1、2、3、4、せーの、 何や、おい、次なるものは明治、運動して、じゃあこの次ですね、この次はですね、今ここまで1、2、3、4、1、2、3、4やった時は、今度はここからまたここですね、今度は1、2、これ閉じますね、こうやって閉じますね、 こういう感じね、こういうのやったから、え、右左右左、交代交代、え、右左右左交代交代、いやいや、一回だけ、全部右左右左、そうで、また右左右左、そうで、次の行きましょうか、明治、右、次のやつは、次のやつですか、もう次ちゃうんですか、ええ、ということで、もうこんなんも待ってられへんから、どうぞ、次、 はい、次見て、次次次、あ、じゃあ、あぶにこ、あぶにこ、じゃあ、えらい、早いですけど、じゃあ今度はこの扇風機っていうやつですね、あぶにこってやつか、手首で1、2、3、4、1、2、3、こういうのですね、はい、行ってみよう、はい、せーの、1、2、3、4、あ、次行こう、はい、 はい、次いきます、次はあの、8カウントって言いまして、次はこれ5000種類ありますからね、まだまだ、次は今度は1、2、3、4、5、6、1、
8と落とします。これは分からない、帰りが難しいね。それでは名人と三人の戦いをちょっと見せていただきましょう。お願いします。イエーイ。賃貸住宅ニュース。